FM ナックファイブ石戸ベリカがお届けしています。埼玉 Z マップ、この番組は毎週異なるメッセージテーマで埼玉県にまつわるエピソードを募集し、リスナーの皆さんとオリジナルの地図 Z マップを作り上げていく番組です。本日作るマップはこちら、埼玉×ゲームの思い出マップ。川越市キャラメルさんです。ありがとうございます。クレーンゲーム大の苦手です。先日飛んで埼玉を見に行った帰り、映画チケットの半券で敷地内にあるゲームセンターで1回クレーンゲームができることを知り、子供たちと立ち寄りました。可愛いキャラクターのぬいぐるみが欲しいと興奮、持っている半券4枚を使い連続チャレンジしましたが、取ることはできませんでした。どんどん表情が曇る子供たち、どうしようかなと両替してチャレンジするか悩んでいるうちに、ささーっとやってきたカップルが、取りやすくなっててラッキーだったねと手際よくゲットして立ち去っていきました。惜しかったのにお母さんが下手っぴだからと、4歳末っ子に泣かれてしまったので、クレープにアイスをトッピングしたのを食べて機嫌を直してもらいました。クレーンゲームね、わかります。でもね、私もねめっちゃクレーンゲーム好きで、よくフィギュアとか好きなキャラクターのぬいぐるみとか私も取りに行くんですけど、私もね別に上手なわけじゃないので、私の場合はもう一回お金をかけたならば取れるまでお金をかけ続けるっていうのをモットーにやってるんですけどアドバイスとしては、ある程度お金をかけた後は店員さんに声をかけるですね。ちょっとこれ3000円ぐらいもうやったんですけど取れなくて、コツって教えてもらえますかみたいな。一緒に協力してったら店員さんも情が湧いてくるわけですよ。だんだんあ、もうちょっとこっち寄せましょうかみたいな。そのうちそんなに混んでなければ付きっきりとかで見ててくれるんで、そしたらこうちょっと取りやすい位置に動かしてくれたりとか、こここうすると取れますよみたいなアドバイスくれたりとかするんで、もう私は行きつけのゲームセンターがあるんで、はい、店員さんにいつ出勤してんのかなんとなく押さえといて曜日をそう、五条悟のフィギュアとか入るってなったらもうすぐ取りに行って付きっきりで店員さんと仲良くなるっていうのはちょっと手なのでね、ぜひぜひお子さんに撮ってドヤ顔してください神奈川県アルストロメリアさんです。ありがとうございます。石飛ちゃんこんばんは。こんばんは。僕のゲームの思い出は、中学時代の修学旅行でゲーム機本体やコントローラーをそれぞれ友達と分担して持ち寄り遊んだことです。一人でゲーム機を全部持っていくのは負担が大きかったので分担したわけですが、みんなでスマブラをしてワイワイ遊んでいましたが、全く関係ない部屋の人が抜け出していたのがバレて、こちらにもガサ入れが入りバレてホテルの廊下で正座させられたのも今ではいい思い出ですね。やりたすぎやろみんなで分担して持ってくほどやりたかった、すごいね。でもなんか思い出になりますね。じゃあお疲れマッピングマッピング正座お疲れマッピング、いいな。それぞれなんかコンセント、でも本体だいぶ負担でかない？絶対本体やりたくないやんじゃんけんで決めたんかな。だってコンセントとかのがバリ楽ですよねどうやって決めたんだろう、ぜひハッシュタグで教えてください。群馬県ピアノ少女さんです。ありがとうございます。中学3年生の時に受験勉強の息抜きの意味で、教室の後ろの黒板に人狼ゲーム参加者募集と書いてみました。しかしみんな忙しいみたいで誰も名前を書いてはくれませんでした。そんなある日、見たことない名前が書いてあったんです。調べてみると教頭先生でした。放課後の見回りの時に書いてくれたんだと思います。しかし2人ではゲームが成立しないのでそっと消しておきました。悲しい。息抜きしようと思ったんだよね、ピアノ少女ちゃんはね。でもみんなちょっと自分のことでいっぱいいっぱいだったのかな。でもそんなある日って言ってるから、書いてから数日経ってますよねきっとね誰か書いてやれよ息抜きぐらい大事でしょう、ね、でも教頭先生優しいね。そういう先生いてくれるのめちゃくちゃ素敵だなと思います。ありがとうございます。富士見市東吉さんです。ありがとうございます。私が小学生の時に流行っていたのが育成ゲームのデジタルモンスターです。デジモンだ。弟もやっていて、学校に行っている間は、父に見てもらっていました。学校から帰ってデジモンを見てみると、私のは進化していましたが弟のは卵に戻っていました。父の話によると強くなると思いリセットボタンを押してしまったらしいのです。弟は泣きじゃくり、父はひたすら謝り、その場は修羅場と化していました。わかるこれ、
なんかちょっと違うけど、女子で言うとたまごっちとかも私母親に預けて育ててもらってたりとかしたから、違う予想だにしないものに進化しちゃったりとかすると、当たってたな。でもお母さんもお父さんもさ、お仕事の合間にやってくれてるんだよね。でもね、悔しいんだよね。わかる、共感、共感マッピング。マッピング。東京都、オタクはリドアイルデさんです。ありがとうございます。私がドラクエやファイナルファンタジーといったロールプレイングゲームをするときは、決まって妻がレベル上げをしてくれます。妻が言うには、ストーリーを進めるのは頭を使うけど、レベル上げには何も考えずにバンバン呪文や魔法が使えるから楽しいとのことです。いいですね。でもなんか奥さんの方がゲームできると、なんかそれこそ教えてもらえるし、喜びもあるけど、なんかちょっと悔しさとか生まれないのかな。でもある程度までレベル上げしてくれるから、楽しいとこからできるから嬉しいのかな、これも。わかる。でもね、強い人いるとある程度のとこまでちょっと上げといて、私もそっち派です。なんかそれが楽しいって人もいるけど、ある程度のとこまでちょっとやっといてって言いたくなっちゃう派。私も楽なとこからやりたいっていう。最初のその細々した、なんか拾ってこなきゃいけないとかっていうくだり、ちょっとめんどくさいタイプ。めちゃくちゃ気持ちいい。わかるぞ、マッピング。マッピング。深谷市、ミスターアルメリアさんです。ありがとうございます。エリカさん、こんばんは。こんばんは。私は小学生の時にファミコンのスーパーマリオブラザーズがとても大好きでした。ある時、近所のおもちゃ屋で100円でファミコンが10分遊べたんです。そのため私はスーパーマリオブラザーズを10分以内に全クリしたことがあります。あの時は自分でもやり遂げた充実感に浸ってしまいました。今となったら懐かしいゲームの思い出になっています。そんなのがあるんだ。ファミコンが100円で10分遊べる。へえ。しかも 10分以内に全クリって結構すごいスピード感でいかないと無理くないですかね。そうですよね。すごい、プロじゃん。プロじゃん、ミスターアルメリア。じゃあプロマッピング。マッピング。さっきマッピング雑じゃないってポストされてた。バレてる。